どうも西田渡です。本日なんですけども EF レンズ復活させますということでちょっと企画思いつきましてやってみようかなっていうお話でございます。まあこれからの展望ってことなんですけども皆様と共有しとこうかなと思って。でどういうことかと言いますと皆様この辺EOS R6 と R5 ですよね。この2機種あたりお使いの皆様とちょっと情報交換意見交換したいんですが R5、R6 特に僕は R6 なんですけれども R6 の CMOS センサー結構2000万画素っていうところもあって解像感をちょっとね画素数がちょっと足りない分メリハリをつけるっていう意味もあってちょっと明瞭度高い感じって分かりますよね。RF レンズ例えばですが、まあ、L レンズのね、2400の F4 とか、例えば2470の F2.8 とか50の単玉とかつけてバチッと撮ると CMOS センサーの性能は非常にいいんですが明瞭感がもともとチューンアップとして結構高いと。なので解像感をこうより増すために RF レンズがキレッキレのレンズプラスアルファキレッキレの CMOS センサーっていうところがガッチャンコするとキレキレすぎるところってありますよね。で僕自身もなので R6 は特になんですが R5 もそうなんですが比較的ローデータを現像するに際して明瞭度でっていうところを下げてるんですよね。下げてから、まあ、データをコントラストとかシャドウハイライトを調節することによって良き感じに持っていってるんですよね。こういったスマートフォンとかでね見る分にはやはりそのメリハリが効いた明瞭感の高い方がね小さな画面でパッと立体感を持って見せるには明瞭度高い方がいいはいいんですけれどもやはりああいった僕の場合こういった形でね写真集とかの制作もする関係もありましてその明瞭感高すぎちゃうとちょっと不自然な印刷になったりするんですよね。白浮きしちゃうっていうかそれをいかにこう抑えるかっていうのが逆に言うとキャノン機今すごく大変な感じであるわけですよね。要は映りすぎる改造しすぎてるっていうところで。あるコメントいただきまして視聴者の方からその方は R6 逆に言うと明瞭感高すぎるからマウントアダプターを経由して EF レンズ運用していますと。なるほどなと思ってしかもさらに言うと、EF の 50mm の F1.4 まあ200g 台ぐらいかな 230-50g ぐらいでマウントアダプターで 100g だから 300g ぐらいまあまあくっつけてマウントアダプター系でも 1kg ぐらいの装備になると思うんですがまあ RF50 の 1.8 ももちろん悪くないんですよね。まあコンパクトですし悪くはないんですけれども EF の 50mm F1.4 のまあ開放だとねちょっと収差とか出まくっちゃうので若干厳しい部分はありますが、まあ、絞り込んで、まあ、F2.8 から F4 あたりのレンジで使うとですね独特のゆるふわな雰囲気があるわけですよ。それと R6 のこのカリッカリな明瞭感の高い CMOS センサーをぶつけ合うと確かに面白いことになりそうだなと。それに関してはここのレンズにも言えるんですけれどもこちらは EF の 24105 の F4L ですね。なんでこちらもいい意味でめちゃくちゃカリッカリじゃない線の太いレンズっていう感じになりますからまあ比較的もう15年前のレンズなので EF のまあオールドレンズの雰囲気があると、まあ、そこと R6 をガッチャンコで撮るのも面白いと思うんですが、まあ、いかんせんねやっぱり 700g 弱ぐらいありますからマウントアダプターと経由してつけると結構いきますよね。 1.4kg ぐらいかな。スナップで持ち歩くにはちょっと最近の僕としては重たいっていう風になってですが EF の 50mm の F1.4 をつけて撮影するっていう風になりますよね。これはまあ1kg 多分前後ぐらいで収まるので、で R6 とかのこのまあAF ですよね、トラッキングの優秀さっていうところで、まあ、今までだと 50mm の F1.4 とかになりますと開放描写になるとちょっとね前ピン後ピンとかの傾向が強かったんですよね。僕もよく、CPS とかで 5DSR、1DX とかそういった 1DX は使ってないな 1DS の方かの Mark3 とかで 50mm の F1.4 を使う際は結構ねセンシティブに前ピン後ピンをきちっと、調整してもらったりしていたんですよ。それぐらいちょっとねセンシティブなっていうかガチピンがなかなか拾いづらかったんですが今のこのもうデュアルピクセル CMOS AF2 になりますとねもう増面位相差 AF で直接拾いますからまあシャッタースピードを稼いで、フォーカス任せてバチッと撮れば間違いなくピンと合うと。あとは、色収差とかねそこだけの問題になりますのでおそらく F2.8、F4 あたりで絞り込んだ EF の50の 1.4 とか
を今使ってみると確かに面白いのかなと思いまして、先ほどマップカメラで見たら中古市場もバーッとあって、値段がね 21,600円だったかな。とりあえず即ポチしてみたので近日中にね届くと思います。なのでマウントアダプター経由で久しぶりにキヤノン、ちょっと僕の中でもキヤノン若干ネタ切れ感あったので、何か面白いことないかなと思ってた時に、そういった視聴者の方のコメントでね R6 と EF の 50-1.4 と、なるほどなと思って、実を言うと僕昔ダムっていうね、このカラオケの本があったんですけども、カラオケのダムとかのよくこう歌の本とかの撮影をしておりまして、これとかもね 5DSR と、これスーパーフライの志保さんなんですけど、 5DSR と EF の 85mmF1.2 の L2 ですね、で撮影したんですよこちらね。これも、5DSR と EF の 85mmF1.2、ほぼ開放 F2.2 とか F2.8 いくかどうかぐらいで撮っているぐらいで、まあピントある程度食って、そのガチガチにね改造しなくてふわっと流れていく感じが女性のスキントーンとか絶妙なんですよね。でその時は EF5DSR と、まあ、EF の 85mmF1.2 の2型とかだったので EF の、まあ、描写だったんですが、この今のね時代のRF の CMOS センサー、デジック X が入った結構明瞭感の高いあのセンサーと EF との組み合わせ、特にまあやっぱり僕の場合 50mm っていうところのスナップが非常に絶妙に好きなものですから、で 50mm の EF の 50mm の F1.4 もですね結構開放値で、先ほどはダムとかのカタログで倉木舞さんとかをね結構撮影した思い出もあるんですよ。その時は 5DSR と EF の 50-1.4 とかでね、やはり女性のスキントーンっていう上ではね自然光を使って逆にバッチバチに改造しないぐらいがちょうどいいっていう、本当にネガのフィルムネガで、フィルムのネガで撮ったようなね描写ができるということで、非常に女性 の、まあ、ポートレートとか撮るときにはね非常にあの重宝していた、ね、レンズだったんですよね。なのでこれが今僕のこのゲイズのスタイルとかで、R6 と EF の描写ですよね、要は映りすぎないレンズを、まあ、オールドレンズとしてキヤノンの EF レンズを使って R6 そして R5 ですね、ここの組み合わせあんまり使ってこなかったなと思って、今まで EOS R とかにはねあのマウントアダプター経由で結構その EF の 50mm の F1.8 とかその辺は使っていたんですけれども、 50mm の 1.4 ってそういえば15年20年前から出てるレンズですから、その辺使っていなかったなと思って、ちょっとここで使ってみようかなと思っている次第です。皆さんもぜひね結構面白い表現がもしもできたら、結構新機軸といいますか、一番皆様が RF システムで苦しんでいるのって RF レンズの値段の高さですよね。やはり一発 L レンズ買おうとするとやはり30万円コースになってしまうってなると、やはり1本買うのがやっとこさっていう風になると、そうなった時に、まあ、L ではないんですけれども、まあ俗に言うオートフォーカスが効くオールドレンズ遊びみたいな感じで、ちょっとわざと外すようなね、撮影スタイルっていうところを、そういった意味ではこちらのね、あのまあ状態がいいレンズは少なくなってきてはいますが、 EF の 24-100 の F4 の1型、この辺も非常にね、描写するで面白いんですよね。まさに僕のこのカラーオブシリーズとかは R システムではないんですけれども、 5DSR と今のね EF の 24-105 の F4 こちらのレンズで相当数撮っております。なのであの辺の描写ですね、あの辺のこのカラーオブシリーズの線の太いね、あの改造がそこまでしないだけど色がベタッと乗ってくる感じの EF 描写っていうのがこの僕のカラーオブシリーズの原点になっておりますから、まあゲイズあたりでね、これが今ボリューム5ですけども6とか、まあ、7あたりとかでまたちょっとカラーオブっぽいような色をビビッとなというか、また新たな世界観で R システム ×EF のオールドレンズですね、もう50の F1.4 って本当に20年ぐらい前から出てますから、オールドレンズ扱いで EF をそろそろもう一回掘り起こしてみると、そうなってくるとまた R6-5 あたりで掘り起こしていくと面白い描写の EF レンズの、まあ、15年ぐらい前あたりのレンジの EF レンズですね、まあ、ディスコになっていないもの、まあ、場合によっては修理不能、まあ、現行で発売している EF レンズを掘ろうと思います。でないとやっぱり皆さんはね修理ができないってなると、中古とかで買った時にギャンブルになるじゃないですか。なので僕は基本的には現行で
買えるアイテムっていうものを自分で試して皆様になるべくお勧めしたいなと思っているんですけれども、なので今回はね、まあこのレンズはもう本当に完全ディスコなので修理が不能なんで、僕ももうこれが壊れたらぽいですよ、ぽいなのでさよならです。なので今回はぜひ皆様に次のどっかのタイミングでの動画で EF の 50mmF1.4 ですね、これ絶対面白いかなと思ってまして、あとは 35mm とかあると面白いんですが、 35mm の F2 とかもありましたよね。なのでそのコンパクトなレンズ、あれはでももう生産中止になってたような気がするので、生産中止になると修理はギリできるかもしれませんが、ちょっとその辺を EF をもう一回ちょっと洗い直してみようかなっていう思いです。なので復活っていうことで、ちょっとまた考えてこう皆様とに話しているとですね、これ結構面白いかもと思い出しまして、まずはCMOS センサーが一番ね明瞭感の高いカリッカリな R6 とかける EF のオールドレンズ、15年以上前に出てるような EF のレンズと、その辺の EF50mmF1.4 を組み合わせて撮影してみますっていうお話でした。ちょっと皆さんもね、もうすでにやっている方とかいらっしゃいましたら、その組み合わせやっているよとかっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひとも感想いただきたいですし、僕も引き続きちょっとマップカメラさんから中古届いたらくっつけて、早速試写といいますか、まあ試写じゃないな、もうゲイズの写真集に向けての作品撮りっていうところでやってみようと思いますので、作品解説も合わせてね、 R6、R5 あたりとかける EF の古いレンズとの、マッチングっていうところですかね、描写性能っていうところも皆様に解説できたらなと思っている次第です。参考になれば幸いです。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渡でした。